長、火の刃持て乱世を打ち。ようやく見つけましたぜ、親分。まさか巨匠にいるだなんて。そなたは？お忘れですかい？ほら、親分たちにコテンパンに乗された元黄金の周僧ですよ。黄金？おう、老僧村の折の。して、拙者に何用だ？雪辱戦ならばいつでも受けようぞ。いや違います。俺は親分に頼みがあってずっと探してたんです。あの時の親分の強さ、威厳、所作、全てに痺れましたぜ。お願いします、俺を子分にしてください。ふん、それは良いのだが、見ての通り今の拙者は居候の身。なんとか兄者の消息を知り、そのもとへ帰らねばならぬ。兄者？ああ、劉備殿のことですかい。それなら袁紹のところにいるのを見かけましたぜ。なんと、それはまことか。兄者、やはり生きておられたか。こうしてはいられぬ。今すぐここを去り、兄者のもとへと戻らねば。いいんですよ、早々に挨拶しなくても。もとより兄者の消息が分かり次第、曹操殿のもとを離れることは約定してある。だがお主の言う通り、何もせずに立ち去るというのは不義というもの。帰参する道すがら袁紹軍の将を拙者が斬る。それをご恩返しといたそう。周僧、お主は先に兄者のもとへ行き、拙者が帰参する旨報告せよ。親分からの初めての命ですね。合点でぞ。兄者、関雲長、ただいま兄者のもとへ戻ります。
できぬ。自分が盾となり減らせはせぬ。弓の構えでは止められぬか。ならば兵器の投入も辞すまい。手だ。手だ。おお、真の三国無双を間近に拝めようとは。我が魂の叫び受けてみよう。ここを死守する。皆一丸となって鉄壁の要塞と化すのだ。腹減ったから今日はここまでだ。敵将討ち取ったり。
せよ。綺麗な格好だな。お前に恨みはねえが、身ぐるみを置いてけ。えい、邪魔だ。私はカフォートン殿のもとへ急がねばならんのだ。この日の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。やろう、手こずらせやがって。みんな出てこい。一気に囲むぞ。受けてみよう。なんと歩兵を仕込んでいたか。ここで立ち止まってはおられんのだ。この強さ、その姿、まさか長領か。悪かった、これをやるから許してくれ。入る。ちょっとカム殿、ご精いただき感謝する。さあ、貴公も己の道を急がれよ。私は曹操殿のことつてをカフォートン殿に届けねば。先を急ぐと、これにて失礼つかまつる。カム園長、意を貫き進むのみ。
れてるらしい。奴の女房でもさらえば大金になりそうだぜ。そんなを狙う貫かん。お前本気で言ってんのか。いや、やだね。そこまで誇りを捨てたかね。てめえ俺に逆らうってか。だったらまずてめえから語ってでやる。チクショー、強えじゃねえかよ。野郎ども、ここは逃げろ。あんた、手伝ってくれてありがとうな。いい機会だから、これで賊からは足を洗うよ。これからは誇りを持てる道を進みたい。噂に聞くカウンと共に戦えたら最高だな。って、あなたのそのヒゲ、その姿は。ああ、こんな幸運に恵まれるとは。半円長、義を貫き進むのみ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。どこへ行く気だ。これ以上は進ませるぞ。弓兵構え、何としても奴らを止めるのだ。我が義を貫かん。ここで引いては皆に面目が立たぬ。敵将討ち取ったり。半円長、義を貫き進むのみ。
こちら。か。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。やれやれ、物々しい来訪者が来よったわ。どれ、一つ追い払うとしよう。我が義を貫かん。工作部隊、連携の準備をせよ。多少関所が燃えても構わん。奴らを止めねば。これまでか。務めを果たすことができぬとは。潘園長、義を貫き進むのみ。あなたは本当に強いのですね。そのとても素敵だと思います。開けよう。彼の地を攻め、これを接収する。みんな進め。我が魂の時、私たちも進みましょう。まるで歯が立たないよ。俺の栄達、君のまた夢か。潘園長、義を貫き進むのみ。
曹操殿、少々世話になり申した。いざ兄者の待つ巨匠へと向かわん。あのヒゲ、やつは曹操軍の客将関羽。これは大物の首を上げる好機と見える。関羽で姿をくらました劉備の一味もおるな。我が魂の手柄がよりどり緑というものよ。将軍に見つかりやしたぜ。ささっと倒して劉備殿と合流しましょう。魔法を忘れて命を奪う策、ここは引いておこう。おお、兄者、関雲長、ただいま戻り申した。雲長、よく戻ってきてくれた。二人して再会できたぜ。しかもこれで炎将軍の者は打ち払えたか。先はまだ長い、急ぐとしよう。この辺りを荒らす野党の一味か。違う、うん、お前さん、よく聞けよ。この俺こそは英雄関羽の一の子分、俊足怪力周宗様だ。私を欺くつもりか。関羽殿の従者にお前のような者はいない。ちょ、待て。本当だ、俺はやっと親分から。昨今豪金の雑踏が跋扈しているという。大方お前もその一人であろう。この長子竜、非道な子息は捨ておけん。長子竜って、じゃああの親分と同じ。おお、話を聞いてくれよ。逃げたか。しかし、何と言わした。関雲長、義を貫き進むのみ。親分、最高っす。ヒゲの先まで輝いてますぜ。の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。この地を守るのが我が使命。劉備軍などに遅れを取るものか。
義を貫かん。強い。そしてはこの者らを止めることなどできぬ。かかれ。皆の志を刃とし、敵を退けるのだ。関雲長、義を貫き進むのみ。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。敵将討ち取ったり。よくやってくれた雲長。殿からのことづてを預かってきた。関羽の追撃をやめ帰還せよとのことだ。ちっ、奴をこのまま逃がせだと。どこまで甘いのだ猛徳よ。貴様らを生かせれば猛徳の災いとなる。おとなしくここで散ってもらおう。ここをしのげば曹操軍の包囲を抜ける。皆で慶州へとたどり着くのだ。我が義を貫かん。この地を攻め、これを接収する。皆進め。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。進撃はあるまい。皆よくやってくれた。雲長、よくぞよくぞ生きていてくれた。兄者、ご心配をかけ申した。まったくだぜ。いきなりおとりになるだなんていなくなっちまってよ。よくとく、兄者の身をよく守ってくれた。礼を言う。よし、えい。俺は当たり前のことをしただけさ。お主は？趙子龍と申します。この度劉備殿の配下に加えていただきました。兄者、こいつもなかなかやるぜ。そうか、頼もしい仲間が増えて
嬉しい限りだ。そうだ、こんなにもサイある仲間が集っているのに、私はまだ何もなせていない。しかも自分の不明で皆を流浪の身にしてしまった。拙者は兄者の志を支えるために生きようと決意し、早々に膝を折り申した。今は生きながらえたことを良しとすべきです。志を失わず進みましょうぞ。みな、ありがとう。だがいつまでも流浪しているわけにもいくまい。私は慶州の劉兵殿を頼ろうと思う。慶州は戦乱に巻き込まれておらず、劉兵殿は同族、きっと我らを迎え入れてくれるだろう。改めて問おう。お主は本当に拙者のもとに来るのだな。はい、ダメと言われてもついていきます。俺の親分は関羽殿ただ一人、天下の果てまでお供しますぜ。うん、過去は問わぬ。今よりは共に兄者の志のため戦おうぞ。まさか本当に関羽殿の従者だったとは。果実は疑ってすまなかった。これよりは仲間だ。よろしく頼む。へえ、俺の方こそよろしくお願いします。どうした、何をそう固くなっておるのだ。あ、いや、どうもこの前槍を突きつけられた時の記憶が抜けませんで。槍？私が賊の一味と勘違いし、周曹を撃とうとしたのです。戦いを始める前にとてつもない速さで逃げられてしまいましたが。フン、それは仕方があるまい。知らぬ者が周曹を見ればそのような勘違いもしよう。ああ、親分、それはひどいですぜ。俺はもう改心したんです。親分の元で立派な武将になってみせます。うん、期待しておるぞ。我が義を貫かん。よけい、やってくれるぜ。さすがは兄者だ。曹操軍は関東で袁紹軍を破った。袁家は勢いを失い、やがて滅亡。曹操は天下に一番近い男となる。一方、後藤の孫権は兄孫策の死後勢力を受け継ぐ。だがその戦力は曹操に及ばなかった。劉備も未だ領地を持たず、慶州の劉表を頼っていた。信也を与えられてはいたが、兵力はないに等しい。世はまさに曹操一強の時代を迎えていた。すまぬな、寛平、周曹。拙者を慕い参じてくれたお主らにも不自由をさせてしまう。我らは居候の身なれば十分な待遇などできぬ。今しばらくは辛抱してもらいたい。水臭いですぜ。親分に出会えてお供になれた、それで十分満足でさ。拙者も同じです。偉大なる父上のそばで戦えるのならどんな境遇にも耐えられます。そなたらには
詫びよりも礼を言うべきだったな。我らで兄者の志を支え、乱世を終わらせようぞ。兄者、曹操軍はすでに到着した模様。しかも見慣れない陣立てでござる。どう対するべきであろうな。うだうだ考えててもしょうがねえ。突っ込もうぜ。待ってください。あれは八門金差の陣。迂闊に攻めれば数撃を被ります。ですが逆に弱点をつけば脆い陣でもあるのです。あの劉備殿、ここは俺に任せてもらえませんか。お主何者だ。いきなり顔を出してきて俺に任せろだ。怪しすぎるぜ。確かに怪しい。俺もそう思うよ。劉備殿、これは徐玄直と言います。戦略や戦術を生業としている軍師です。あ、なんだそりゃ。自らを軍師と称するか。兄者を惑わさんとする敵のものではあるまい。参ったな。どうすれば劉備殿に味方したいと伝えられるのか。とりあえずこの状況を打破すれば。何をぶつくさ言ってやがる。兄者、こいつをつまみ出してやろうぜ。待て、この者が不審であることは否めねえ。だが私はどうしてか悪意を感じるのだ。今曹操の軍に敗れるわけにはいかぬ。その軍師とやらの力、私に貸してはくれないだろうか。劉備殿、ありがとうございます。そのご決断、後悔させないと約束しましょう。みんな、助手の指示に従え。力を合わせ、宋人を撃退する。八門金差の攻略。俺の指示をよく聞いていてください。はっ、することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。確かに兵器があれば攻略に役立ちます。ただ敵も簡単には渡さないと思います。我が義を貫かん。深くを取った。よ
兵器を敵に奪われるとは。敵将討ち取ったり、我が義を貫かんでくれるぜ。さすがは兄者だ。ここまでか。まさか兵器を奪われてしまうとは。これ以上の追撃は無益か。兵器は諦めるしかない。撤退するぞ。反運長、義を貫き進むのみ。なんという戦ぶり。父上の分、手本といたします。逃げ切ったようですね。これで兵器で八門金さんを攻められます。準備をしております。整うまでもうしばらくお待ちを。敵の盾や兵器、火形が効果的だろう。なんとかこの策を成功させたい。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。参る。我が義を貫かん。敵中、家計を起こそうったってそうはいっかよ。李万世、またの名を勘が冴える男ってか。敵将討ち取ったり。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。いくら勘が当たってもな、家計を止められないんじゃ意味がねえ。我が魂の盾、受けてみよう。どうにもならん。敵将討ち取ったり。なんというか素晴らしいです、その強靭さ。できれば教授願いたい。申し上げます。家計の準備が整いました。よし、ここで防御体制を取るのだ。反運長、義を貫き進むのみ。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんな。では早速火を放とう。これで厄介な相手を封じられる。火が、敵の家系で盾や兵器が燃えている。我が魂
信を解け、受けてみよう。おれ、これで勝ったと思うなよ。敵将打ち取ったり、やってくれるぜ。さすがは兄者だ。いや、この八門金座は半人にも破れぬ鉄壁の陣。飛行せよ、全てを跳ね返す。あの陣は無数の兵か。一点を攻めてすぐに補われてしまう。屈強な将を倒して崩すか、徐々に褒めるか、どちらにしろ方針を決めて動きましょう。我が鉄壁の布陣を破ったか。あればこの身を最後の盾とし、打ち払わん。なるほど、腕に覚えがあるようだな。進軍せよ、我らも援護に回るのだ。攻撃するのに効果的な場所はあの辺りか。まずはそこまで兵器を移動させないと。兵器の用意を曹操軍に食らわせてやれ。なぜ劉備軍が兵器を。とにかくあれを壊して攻撃を止める。劉備軍の兵器を壊せなかったか。そのままでは我が軍の兵器が。されたぞ。どうなってるんだ。我が義を貫かん。敵の兵器を破壊できる。曹操軍を撃退できたか。よしょ、お前のおかげだ。礼を言う。お役に立てた罠だ。何よ。しかし曹操はこの程度では諦めないでしょう。貴様らは曹仁様の術中だ。盾兵進め。兵器部隊攻撃を続けよう。かような貨幣で曹操の大軍を打ち破れようとは。ああ、久々の大勝ちだな。スカッとしたぜ。これも皆の尽力と序書の知略のおかげだ。劉備殿が信じてくださったおかげです。あなたでなければ通りすがりの俺を軍師になどしなかった。いいではないか。結果お前は信じるに値する男だと証明された。これからは皆喜んでその戦略に協力するだろう。序書、どうかこれからも我らと一緒に戦ってはくれんだろうか。あなたのような方に軍師として仕える、願ってもない話です。できれば一も二もなくうなずきたい。いかがした、何か不都合なことでもあると申すか。実は巨匠にいる病床の母が曹操の配下に世話になっています。俺がこれ以上あなたのもとにとどまれば母が
なんと、そのような事情が。本来なら俺は劉備殿に手を貸すべきではなかったけれど、出会えばその人者としての資質に惹かれ、危機として戦略を練ってしまった。俺は甘い男です。母を捨ておき、あなたに仕えることを選べない。そのような顔をするな。では母上の病状が回復次第戻ってくればいいではないか。劉備殿、ありがとうございます。でもダメなんです。この時点で母を切り捨てられぬ俺は甘すぎる。それが軍師として致命的な欠点だと。なんで急に湿っぽくなりやがって。そうですね、ここは俺なんかが紛れ込んでいい場所ではなかった。序章、それがお前の決断だというのか。劉備殿。序章、息災でな。母上の回復を祈っているぞ。恐れ入ります。最後に、俺があなたにできる唯一のこと、この慶州に賀良と呼ばれる賢人がいます。孔明、いえ諸葛亮は俺なんかよりずっと軍師として優れている。どうか一度お会いになってみてください。賀良、諸葛亮、雲長。劉備殿、一つお聞かせください。この乱世にあなたは何を目指すのですか。人々が泣かぬよう、悲しみのない天下だが、そう願いつつ何もなせぬままここまで来た。思いばかりが流行り、進むべき道は未だ見えないのだ。諸葛亮殿、どうかこの私に道を示してほしい。私が示す道は時に悲しみを生むかもしれません。その矛盾と苦悩に目をそらさず向き合えますか。その先に目指す世があるのなら。お覚悟しかと受けたまわりました。では、この諸葛孔明、神明を賭して劉備殿の大志を支えましょう。今
殿下に曹操に並ぶ勢力はありません。単独で曹操に対して勝てる者はいないでしょう。曹操に次いで勢いがあるのは江東の孫権です。勢力はそれほど大きくありませんが、江東に盤石な地盤を築いています。劉備殿が望まれる天下へと至るには、まずこの二つの勢力に並び立たなければなりません。しかし知っての通り、我らは居候のみ。彼らに並び立つなどとても。よって立つ地を得て志を広められれば、決して絵空事ではありません。曹操が時を得たように、孫権が地を固めたように、その志にて仁徳をもって人を束ねる。それが劉備殿が進むべき道、王道なのです。その上で孫権とは手を結び、共に曹操と当たるのです。王道、それが私の取るべき道。諸葛亮殿のお言葉で悩みは晴れ、雲を破って晴天を見た思いです。改めてお願いする。曹操を打ち果たし、安寧の世を築くため、軍師として私を導いてはいただけぬだろうか。承知しました。この諸葛孔明、知略の限りをもって劉備殿の大志を支えましょう。諸葛亮、全軍の指揮をお前に委ねる。どうかこの難局を乗り越えてくれ。承知しました。必ずや曹操軍を退けてみせましょう。ちょっと待ってくれ兄者。軍師に頼りたがるのもわからなくはねえけどよ、俺はまだこいつの実力を知らねえ。指図されるなんざ願い下げだぜ。欲得の言に一理あり申す。検索ならまだしも、新参で全軍の指揮とはいささか心を置きすぎでは。雲長、欲得、私は諸葛亮を信じている。此度は彼の命に従ってくれ。兄者がそう言うんならよ。承知いたした。お二人ともありがとうございます。では策を説明いたしましょう。敵に対し我らは貨幣、この勢力差を覆すため崖を仕掛けて曹操軍を一掃します。けっ、そんなにうまくいくもんかよ。やめよ欲得。お二人の働きなくして勝利はありません。どうかよろしくお願いいたします。曹操軍の追撃、
この白鵬派で押しとどめます。この戦では各軍の連携が鍵となります。皆さん、へい、いらっしゃい。毎度どうも。
け。武をもって強固な盾となるのだ。美しくない方はお引き取り願います。我が義を貫かん。拙者は未熟でござった。ここで引かねばならんとは情けない。我が義を貫かん。ここで終わるわけには。すみませんが、先に引かせていただきます。敵将討ち取ったり。反雲長、義を貫き進むのみ。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。ご立派なお姿感服しました。兄者、我らの武にて曹操軍を討ち果たしてまいりましたぞ。どうだ、策なんかいらねえって言ったろ。劉備殿が最も大切にしているものをお二人はご存知のはず。それは民です。曹操軍を民のいない地域へと誘い出し、被害を最小限にして勝つ。私はそのために策を呈したのです。お二人が突出した際、民はどうなったと思いですか。そりゃあよ。ご安心ください。私が事前に手配した兵が民を安全な場所へと誘導しました。間一髪でしたが、この戦で傷ついた民はいません。ですが、常にこのような対応はできません。どうか劉備殿の志のためにも、今後は独断での戦闘を控えていただけますよう。諸葛亮殿、申し訳ない。拙者の短慮で迷惑をかけてしまった。
悪かったよ。これから命令無視はしねえ。絶対だ。諸葛亮、雲長と翼徳もまた私のために懸命に戦ったのだ。今後は二人もお前の策に従ってくれよ。今回のことは許してやってくれ。承知しました。おそらく曹操はすぐに次の手を打ってきます。それを退けるには関羽殿、張飛殿の協力が不可欠です。どうかよろしくお願いいたします。諸葛亮、ついに曹操の本隊が慶州へと攻めてくるようだ。今回は曹操自らが大軍を率いているとか。今までのような奇策は通用しないでしょう。ではどうすれば。劉表殿の長子劉貴殿と共に南へと引くのが良策です。その後江東の孫権と同盟を結んで曹操に対抗するのです。報告、曹操軍本隊慶州へ到達。うん、皆くれぐれも無理に戦おうとはするな。今はただ生き延びることが勝ちと心得よ。劉備様を慕い付き従う多くの民、彼らと共にあることで進軍は大きく滞りました。曹操軍は容赦なくそこを狙ってきましたね。結果皆散り散りに落ち延びることになりました。ああ、しかしまさかこれほどの民が私についてきてくれるとは。彼らを救うどころか戦に巻き込んでしまうとは。今はただ己の非力が憎い。お気持ちはお察しします。ですがご心配には及びません。民は孔明様が用意した船に乗って逃げる手はずになっております。劉貴殿も河口へと先行し私たちを迎え入れる準備をしているとのことです。劉備様を慕う多くの民を救うため、まずは河口へ向かうことを第一に考えましょう。ああ、分かった。皆の無事を信じ、河口へ急ごう。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ、参ろうぞ。祝ってください。あなたたちを逃がすことはできません。あんたら何か企んで逃げてるな。俺の勘がここで倒せって言ってるぜ。くそ、こりゃ引くしかないな。この先嫌なことが起きないことを願うぜ。我が義を貫かん。今は河口へと急ぎましょう。私を慕ってくれる民はこれほどまで。ならば何としても曹操から逃げ切らねば。ハナを連れての逃亡に強い意志を感じます。ここで引くのは気が早いですが、
敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻まぜぬ。マイル、ハン雲長、意を貫き進むのみ。よくやってくれた雲長。橋を通れねえだろうぜ。ハン雲長、意を貫き進むのみ。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。いや、申した。皆、今こそ奮起する時でござる。敵勢
終わった上追い詰められたか。義を貫く窮地、いかにして脱しようか。貴公の武、これほどであったか。拙者修行して出直してまいる。おお、無事に逃げられるとは。おかげでこの命救われました。実はアート様の所在について聞いたのです。なんとか救い出してくだされ。反運長、意を貫き進むのみ。おお、素晴らしきお働き。軍の屈強さ、思い知らせてやれ。我が義を貫かん。私の知力が破れようとは。敵将討ち取ったり。私の知力が破れようとは。ここまで来れば安全でしょうか。お助けいただいたこと感謝いたします。ですが取り残されたアト様が心配です。居場所について聞けど、私ではとても。反運長、意を貫き進むのみ。おお、素晴らしきお働き。何も心配はいりません。殿のためにお連れするだけです。我が義を貫かん。ないのですね、リュウリュウ。やはり厄介な相手です。助かりましたぞ。どうなることかと肝を冷やしましたが。いや、それよりアト様をお救いください。情報は集めてございます。敵将討ち取ったり。反運長、意を貫き進むのみ。なんとも勇ましき戦ぶり。
いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。お前たちは我が魂の妨げとなる。この俺が全て打ち払うまで。オロンから任された大事な任務だ。お前なんかに邪魔させやしねえ。我が義を貫かん。引かなくてはならないか。殿もお力になれず無念だ。敵将討ち取ったり。反運長義を貫き進むのみ。なんという戦ぶり。父上の分手本といたします。よくやってくれた運長。新我が元へ乗り込んでくるか、祭物か万有か、わしが見定めてやろう。へえ、曹操様に意地悪しに来ただか。こんなの俺らが許さねえぞ。我が義を貫かん。我が義を貫かん。まいった。君の力を読み違えていたか。敵将討ち取ったり。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。曹操様、すみよ、おいら負けちまっただ。曹操の心を揃え、我が義を貫かん。覚悟力をつけるとは。やつもまたわしと並ぶ英雄よな。反運長、義を貫き進むのみ。曹操様が退却された。俺たちはこれからどうすれば。痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。おお、小野ども行くぞ。逃げ回るだけの劉備軍をすり潰すのだ。我らとて劉備様の兵、たやすくは倒れぬぞ。俺を上回る武勇の者か。ならばここで朽ちるも本望よ。ありがとうございます。
正直死ぬかと、いや死んだと思いました。そうだ、アド様について聞いたことが。どうぞお役立てください。反運長、意を貫き進むのみ。おお、素晴らしきお働き。足場を崩し戦意を損。曹操軍に捕捉されてしまうとは。いや、ここへ向かえぬではないか。劉備軍本隊が私を待っている。我が義を貫く。周囲の敵を退けねば。打ち取ったり。よくやってくれた運長。運長こそ真の三国無双だな。お主の加勢心から感謝する。私は過去へ向かうことができる。反運長、意を貫き進むのみ。親分、最高っす。髭の先まで輝いてますぜ。敵の要所を叩く。あ、ようやく救援の手が。さあ、アド様はこちらにいらっしゃ。もはやここは敵に包囲され、この先の村にアド様のお世話役がいます。いたぞ劉備軍だ。のこのこ出てきやがって。追え追え。敵の要所を叩く。ここは抜かせぬ。覚悟しろ。
識を働き、今こそ敵の要所を叩く。我が義を貫かん。やってくれた運長。正しかったな。ここで劉備らを打ち果たすぞ。私がシルの調べを奏でて差し上げますわ。さあ覚悟なさい。我が魂の叫び受けてみよう。自分はそう思考。戦いが望みとあらば容赦せぬぞ。ご覧もいった。うっかり追い詰めて死力を出させたかな。自分をも打ち破って進む。逃げるものだとは思えぬ力強さ。敵将討ち取ったり。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。私に挑む。よかろう。かかってみる。我が義を貫かん。敵将討ち取ったり。親分最高っす。髭の先まで輝いてますね。このような仕打ちを受けると悔しいですね。今は来ますよ。悪あがきを。今今シーンここは引くしかあるまい。そんな諸葛亮が言っていた場所か。なんとかたどり着くことができた。戦争もここまでは深追いしないはずです。体勢を整え側近殿との命に備えましょう。厳しい道のりではあったが、なんとか河口までたどり着けたな。これも皆の働きのおかげだ。ありがとう。しかし我らはまた寄る辺を失ってしまいました。
ここだっていつ攻められるかわからねえ。そん時はどうする？また逃げるのかよ。攻められるたびに逃げていてはいたずらに戦を広めるだけだ。諸葛亮も迎えた今、いつまでもこのようなことを繰り返してはおれぬ。ならばいよいよ曹操と戦われるおつもりか。ようやく奴と正面切ってやり合うのか。けどよ、言いたくはねえが、奴らの数は厄介だぜ。諸葛亮はその兵数差を覆すため、後頭の孫権殿と盟を結ぼうと考えているらしい。我らと手を組んでくれるかは分からぬが、今はその話がまとまることを信じよう。先ほど後頭から使者が参りました。私と孫権殿の面会を認めてくださるそうです。その場で同盟の話を進め、共に曹操に対する手立てを講じてまいります。うん、分かった。しかしお前だけで大丈夫か？はい、まずは私一人で行きます。その方が相手も構えずに話を聞いてくれるでしょう。そうか、大役を任せるな。よろしく頼む。承知しました。劉備殿の大使のため必ずや盟を結んでまいります。天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める幼州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に孫吾は降伏か降戦かで揺れていた。一方、慶州を追われた劉備は画僚と称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、劉備の行く末を変えようとしていた。一つ問おう。画僚と呼ばれるあなたがいながら、なぜ劉備殿は慶州を追われたのですかな？まず劉備殿は慶州を治める劉表殿に恩を返すため深夜を守っていたにすぎません。己の地でない以上、追われるというのは不適当です。また劉曹殿が独断で曹操に降伏した時も、劉表殿の長子劉貴殿を救うことを優先しました。これも劉表殿への報恩のためです。そして劉備殿は目先の勝敗にとらわれず、大事な一戦に勝てばよいと考えています。慶州での戦乱はその意味ではさじに過ぎません。つまり劉備殿は劉表殿への仁義を通し、その上で決戦の時に向けて構えているのです。そのために今孫吾との命が必要なのです。我らと結び決戦とは正気か？曹操の勢いは盛んにして軍も強大、我らとそなたらが組んだとて倒せるとは思えんが。後頭孫吾は盛況にして
兵糧も十分。しかも長江という天然の要害があります。にもかかわらず曹操に勝てると思えないとは。失礼ですが、長相殿は臆病に過ぎるのでは。安い挑発をしおって、それで牙を剥くほど愚かではないわ。自分たちだけでは勝てぬからと、我ら孫悟を戦火に巻き込まんとするその卑劣さ、それで仁義などとよく言えたものよ。曹操は官室の権威を欲しいままにする俗心、官の真ならばそれを討とうとするのは当然です。孫家の皆様も官の中心であればこそ、共に立たんとお声をかけたまでです。ですが敵が兄弟というだけで尻尾を巻かれるとは、大義に背を向け大悪におもねる、それこそ不仁ではありませんか。よくもまあ減らず口を次々と。長相、もうよい。そこまでにせよ。諸葛亮、我らが曹操と戦う理は分かった。だが勝算はあるのか。曹操軍は慶州制圧以来遠征を続けてきました。連戦に将兵の疲れは蓄積しています。また曹操の軍は北方出身の兵が多く、水上の戦いに慣れていません。我が主劉備と孫権殿が結び知遇を束ねれば、決して勝てぬ相手ではありません。ふん、周囲どう思う。先日我らは雨林で曹操軍と対峙しました。諸葛亮殿の言う通り、敵には疲労の色が見え、水上戦も増えてのようでした。十分な策と準備があれば必ずや勝てましょう。わかった。お前がそうまで言うならば、私の下すべき結論は一つだ。我ら孫悟は劉備殿と協力し、逆賊曹操を討つ。孫権殿は命に応じてくださいました。我らと共に曹操と戦ってくれるとのことです。ほう、さすがは諸葛亮だ。それで我らはどうすればよいのだ。まずは曹操軍を迎撃する準備を整えなければなりません。私と周遊殿で策を講じてまいりました。皆さんにはその準備に取り掛かってもらいます。いよいよ曹操軍との決戦の時でござるか。我が義の刃にて必ずや兄者に勝利を。諸君、我らは曹操軍に対し家計を用いる。だがただ火を放つだけでは策はならない。この家計には念入りな準備が必要となる。心してかかってほしい。策の準備は多岐にわたる。一人で全てやる必要はない。皆で手分けして準備に当たってもらいたい。
一人につき二つほど担当してくれれば十分だ。もちろん手が回るなら他の仕事も手伝ってくれ。その分準備がはかどる。では頼んだぞ。曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか今一度確認しなくては。Thank you.